フィラデルフィア物語は1940年制作のアメリカのロマンティックコメディ映画。フィリップ・バリーが手掛けた同名のブロードウェイ作品を原作とし、結婚前夜の上流階級の霊場と、その前部と雑誌記者による喜劇を描いている。キャサリン・エプバーン演じる霊場は、フィラデルフィアの社交界で浮き名を流し、後に原作者、 バリーの友人と結婚したヘレン・ホープ・モンとゴメリー・スコットをモデルにしている。え、プバーンは本作の大ヒットによりスター女優となり、それまで映画工業主から着せられていたボックス・オフィス・ポイズンのお名を返上した。1940年アカデミー賞で主演男優賞、脚色賞を受賞した。1956年の上流社会はこの作品のミュージカル版。 エプバーン、グラント、ナッシュ、ウェイダーフィラデルフィアの上流階級の例状とレイシーは石炭会社の重役であるジョージとの結婚を控えていた。大のマスコミ嫌いのトレイシーの結婚式をスクープしようと考えたスパイシの社長キッドは2年前にトレイシーと喧嘩別れした前夫、デクスターを利用して平文邸内部の取材を計画する。キッドに指示されたコナーとエリザベスは トレイシーの兄の友人と偽り平文帝に乗り込む。デクスターの存在から二人の正体を察知した、トレイシーは二人を追い出そうとするが、デクスターから、父、セスの愛人スキャンダルを雑誌に掲載すると脅され、掲載取り下げと引き換えに結婚式の取材を引き受ける。ロード一家は、しぶしぶ、上品な上流階級を装うが、気が強くプライドの高いトレイシーは、 エリザベスのカメラを落として、ネガを台無しにする。エリザベスと別れたコナーは、ヘイブン家の歴史を知るために、図書館に向かうが、そこで、トレイシーと鉢合わせになる。彼女はコナーが執筆した短編小説を探しに、図書館を訪れ、彼の小説を読み才能を絶賛する。トレイシーはコナーを、屋敷のプールに誘うが、そこで、デクスターと鉢合わせになり、彼から、 他人を思いやる心がないと言われ口論になる。コナーはその場を立ち去るが、入れ代わりに、ジョージが現れてデクスターと口論になる。デクスターが立ち去った後、トレーシーはジョージが自分を愛情ではなく、崇拝の念を抱いていることを知りショックを受ける。トレーシーは、夜の舞踏会を前にセスと会うが、父からも、デクスターと同じことを言われショックを受けてしまう。え。 プバーンとスチュワート舞踏会に出席したトレイシーは、悪酔い,いしてコナーと良い雰囲気になるが、そこを常時に見られてしまう。泥酔したコナーは、デクスターの屋敷に乗り込み、トレイシーのことを今も愛しているのかと尋ねる。酔いが回ったコナーは、常識とのスキャンダルを話し始め、それを聞いたデクスターは、スキャンダルをネタに、トレイシーの父のスキャンダルを握りつぶそうと考える。 息統合した二人は、キッドのスキャンダルを文章にしようとするが、そこに酔いつぶれたトレイシーを連れたエリザベスが現れ、エリザベスは文章をタイプするために残り、コナーはトレイシーを屋敷に連れて帰る。互いに惹かれ合う二人はプールで人を泳ぎした後、コナーはトレイシーを抱きかかえて、屋敷に戻るが、そこで彼女を心配して駆けつけたジョージとデクスターと鉢合わせてしまう。翌朝、 結婚式を控えたトレイシーは、酔いつぶれて、前夜の記憶を失っており、一部始終を見ていた妹、ダイナから事実を聞かされ、るーバする。そこに、デクスターやコナー、エリザベスが到着し、さらにジョージも昨夜の事実を確かめに訪れる。トレイシーは、ジョージと結婚はできないことを告げ、ジョージも婚約解消を受け入れ屋敷を立ち去る。しかし、結婚式が始まってしまい。 トレイシーは慌て出す。コナーは責任を取るためにトレイシーに求婚するが、彼女はコナーに思いを寄せるエリザベスに配慮して、求婚を断る。参列者に謝罪しようとするトレイシーに対し、デクスターは再婚を持ちかけ、彼女も提案を受け入れ、二人は結婚式場に向かう。エプバーン、グラント、スチュワート、ハワードエプバーン、グラント、スチュワート、 発生フィリップ・バリーは舞台女優のキャサリン、エ・プバーンを機に入り、彼女のためにブロードウェイ作品、フィラデルフィア物語の脚本を執筆した。エ・プバーンは霊場トレーシーを演じ、デクスター役はジョゼフ・コットン、コナー役はバン・ヘフリン、エディザベス役はシャーリー・ブースが務めた。バリーは出演作の工業的失敗で工業主たちから、 ボックスオフィスポイズンと呼ばれていたエプバーンの不名誉をフィラデルフィア物語によって払拭しようと考えていた。後に、元愛人、ハワード・ヒューズから映画化の権利を受け取ったエプバーンは MGM と交渉し、25万ドルで映画化の権利を譲渡した。エプバーンの要求により、監督にはジョージ・キューカーが、脚本家にはバリーの友人でもあるドナルド・オンン・スチュワワートが、 起用された。また、彼女は、コナー役に、スペンサートレーシー、デクスター役には、クラーク・ゲーブルを希望していたが、二人ともスケジュールの都合がつかずに断念している。代わりにオファーを受けたケイリー・グラントは、自分を、キャストクレジットの一番上に表記すること、出演料13万7000ドルという条件でオファーを承諾し、彼は出演料の全額を、 英国戦争安心協会に寄付した。1940年7月5日から8月14日にかけてカルバーシティにある MGM のスタジオで撮影が行われた。え、プバーンはプールにダイビングするシーンをスタントなしで自ら言った。後に、黄昏に出演した際、共演したジェーンホンダがダイビングするのを怖がっているのを見て、私はフィラデルフィア物語で、 自分でダイビングしたわよと語りかけたという。え、プバーンを抱きかかえるスチュワートロッテントマトズには54件のレビューが寄せられ、支持率100%、平均評価8.8、10となっており、ジョージキューカーの示した素晴らしく、ウィットに富んだ脚本とキャストの優れた演技力により、フィラデルフィア物語は無条件の古典となっていますと批評されている。また、同サイトでは、 最高のロマンティックコメディにランク付けされている。ボズレー・クラウザーは、この映画は、優れたコメディが持つべき要素が全て詰まっています。上流社会の優雅さ、ヘプバーン、スチュワート、グラントの見事な演技。この気の利いた恋愛シナリオは、フィリップ・バリーの素晴らしい原作を、ドナルド・オグデン・スチュワートが脚色しましたと批評している。ありがとうございます。